ご登校中の皆様、横川駅周辺の皆様、元店長マン、介護福祉、佐藤修一、本日はこの横川駅、1945年、8月6日、黒い雨の主人公、静間重松が、被爆したこの駅前におきまして、少々の間、お伝えをさせていただきます。最後までご協力よろしくお願い申し上げます。今後ともないことを祈るばかりであります。こういった中で、国際オリンピック委員会 IOC のバッハ会長が16日、来週、金曜日ですか、広島に来られるということであります。通常であれば、被爆地、広島来ていただいて、核兵器、悲惨さについて勉強していただく、そういったことは大歓迎であります。しかしです、今は東京がコロナで緊急事態という状況です。東京からわざわざ来られる。しかも、日本に、来られて、普通は外国の方も日本人の方も、やはり国内を出歩くのは、やはり2週間はご遠慮いただく、これが筋であります。しかし、2週間も経たない、1週間で、広島まで、来られる。これはちょっと待ったと、これは言わざるを得ません。また、各地で、日本各地で、豪雨災害、起きている、そういう状況、それこそ警察官の方もこういった要人、バッハさんが移動するときの警備とかそういうことよりも災害に救助、こういったところに全力を挙げる、これがやはり今、やりたいというところではないでしょうか。いろんな意味からもバッハさんがわざわざこの広島に来られる、全く意味がないどころか、迷惑になる、これ言わざるを得ない、そういう状況です。バッハさん、広島に来ていな、ご遠慮いただきたい、私はそう思います。今のコロナ、そして災害、そういった中で、来て迷惑なことである、これ言わざるを得ない。前、広島5年前にオバマさんが来られた時もものすごい警備ありましたが、今の中でやはり、こういった余計なことは、思わざるを得ない。それどころはそんなに嬉しくないのではないでしょうか。公平な競技の環境が できあるわけでもない、そういう状況で、このままオリンピックを開いてもいいことはないし、バッハさんがこの広島に来られても、これは全くいいことはないと、そのことはまず申し上げたいというふうに思う次第であります。見ていただきたい方がいらっしゃいます。山口4区、いわゆる下関市。そうです。安倍晋三さんの地元であります。安倍晋三さん、いろんな疑惑がありますが、河井案里、克行、被告、元被告、被告の事件に関しましても、やはりお金を渡したのは、自民党総裁、当時の総裁の安倍さんであります。責任者、安倍さんです。そして、また、私、自身、介護現場で働いております。介護福祉士でありますが、安倍さんが最初に総理大臣に復帰して、最初の介護保険法を変えるというときに、介護報酬を引き下げる、こういう暴挙をやらかしたのも安倍さんです。いろんな意味で、安倍さんに挑む、地元で挑む、安倍さんの地元で安倍晋三さんに挑む、竹村克さん、
しっかり、バックアップをして、参ります、24日、7月24日土曜日、そして25日日曜日、竹村さん、この広島に、来られます、介護福祉士、元プロレスラーの、竹村さん、この、広島に、来られます、私、佐藤修一、しっかりこの竹村さんを応援し、そして中国地方でこれ初めての介護現場出身の国会に今度こそ出す、その先頭に立ってまいります。また比例代表では竹村さんがエントリーしている令和新選組、しっかりバックアップをしてまいります。二度と放射能の被害を出さない広島、長崎、チェルノブイリ、そして福島を繰り返さない、そしてまた豪雨災害に見られるような気候変動、これを食い止める、そのためにも脱炭素、これしっかりやっていく、そういった政治勢力、これを中国地方からもしっかり押し出す、そういう意味からも竹村克志さん、そして令和新選組、私、佐藤修一、しっかり、バックアップをして、参ります。やはりこの広島、被爆地とはいえども、与党は与党、そして野党もやはり原発を作る、会社の労働組合、そういったところのしがらみが強い、広島であります。なかなか原発ゼロ、あるいは脱炭素、そういうところ踏み込めない、中央では言っていてもこの広島ではなかなか踏み込めないという実態もあります。最後現場の声をしっかり、あるいは医療現場の声をしっかり、国政に、届ける、そしてまたしっかり、コロナの下で余計に悪くなる庶民の暮らしをがっつり立て直す、そういった政策、そしてまた脱炭素、そして原発ゼロ、しっかりと打ち出している令和新選組、そして竹村さん、この広島からしっかり打ち出してまいりたいというふうに思います。お疲れ様でございます。佐藤修一、本日はこの横川駅、1945年8月6日、黒い雨の主人公の静葉重松、被爆したこの横川駅におきまして、お伝えをさせていただいております。私自身は、衆議院選挙、については頭の片隅にもありませんが、安倍晋三さんの地元、山口4区、ここで安倍さんに挑む男、竹村克志さんをしっかりと、そして竹村さんがエントリーしている中国ブロック、令和新選組、いろんな考え方はあると思いますが、私はしっかり原発ゼロ、脱炭素、そういう勢力としても、そしてまた介護現場をしっかり支える、そういった勢力としても、そして庶民の暮らしをしっかり立て直す、そういう勢力としてもしっかりバックアップをしてまいる所存であります。本当にオリンピックをやりながら飲食店、酒類を提供する飲食店、これに対して融資をやめろみたいなことを言う西村大臣、あなたこそやめていただきたいというふうに思うわけであります。一日で撤回をしましたが、銀行に対して、お金、銀行が飲食店に対してお金を貸さない、そういうことをすれば、それこそ独占禁止法違反です。優越的地位の乱用になります。独占禁止法違反のようなことを、犯罪を調査した、大臣が調査した、これ大問題であります。しかし今の日本国憲法では
まあ、国務大臣は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されませんから。西村大臣、これやめていただくにはとにかく次の衆議院選挙、自民党が過半数割れをしていくということが大事です。その上でしかし、その中でも庶民の暮らしをしっかり支えていく、まあ、消費税廃止、そして思い切った補償、給付、そしてまた学費の減免、そして、またそういったもろもろしっかりとやっていく、打ち出している、そういう勢力をしっかり次の衆議院選挙向けて伸ばしていこうではありませんか。またこの豪雨災害を含めて気候変動、そしてまた二度と放射能の被害を出さない原発ゼロ、まあ、伊方原発、そして島根原発含めて止めていく、そのためにもしっかりとした政治勢力、この被爆地広島を含む中国地方から伸ばしていこうではありませんか。佐藤秀一、その先頭に、この広島で、立って、まいります、海国出身元県庁マン、佐藤秀一、本日はこの横川駅、1945年8月6日最初の核兵器が使われた時に、井伏正治小説黒い雨の主人公が被爆をいたしました。この横川駅におきます、お伝えをさせていただきました。7月24日25日、竹村克樹さん、この広島に参ります。ぜひとも、ご激励の方よろしくお願い申し上げます。ご都合中の皆様、そして横川駅周辺の皆様、またお買い物中の皆様、お騒がせをいたしました。佐藤秀一、元介護福祉、佐藤秀一、お伝えを、終わらせていただきます。最後までご協力ご清聴誠にありがとうございました。